県内では2日間にわたって14の市や町でおよそ190人のランナーが聖火をつなぎます。2日目の今日は出水市からスタートしました。第一走者を務めるのは出水高校3年の岩下彩音さんです。見てますか？私は頑張ります。応援しててください。病気のため36歳の若さで亡くなった岩下さんの祖父は前回の東京オリンピックで彩音さんと同じ高校3年生で聖火ランナーを務めました。一緒に走ってるような感じでした。じいじはこうやってこういう思いで走ったんだなっていうのが自分でも実感できたっていうのが嬉しいです。前回の東京オリンピックで聖火ランナーの伴走を務めた永本信夫さんは長年の夢を叶え聖火をつなぎました。1964年のですね、9月の多分11日だったと思うんですけども、夢が叶ってですね、本当に今日も嬉しかったです。ランナーはそれぞれの思いを込めて聖火をつないでいきます。孫とかにもこんな平凡な僕でも一生懸命なんか一つに向かってやってればいいことがあるよって。せっかく聖火ランナーとして走ることができたので、これから先もいろんなことにチャレンジしていけたらいいなと思います。子どもたちが手を携えて仲良くいろんな障害があったとしても一緒に過ごしていけるような世の中になってほしいなと思いながら走りました。生きてるうちに見れるとは思わなかったので、すごく感動しました。ちょっと楽しみにしてきました。特攻基地があるから、やっぱみんなの思いを乗せて走ってもらいたいですね。南九州市では午後5時ごろ、知覧特攻平和会館前をスタートした聖火が鹿児島出身の女優上白石萌歌さんにつなげられました。上白石さんは沿道の人たちに手を振りながら笑顔で走り抜けました。大好きな鹿児島で少しでも恩返しになったかなと思ってます。何か走ることで皆様に勇気だったり元気を与えられたらいいな。聖火はこの後指宿市へ進み指宿市営陸上競技場で2日間のゴールを迎えます。